やらにゃんやらにゃんは、新潟県体内市のご当地検定である、体内検定を PR するマスコット。民間の有志の団体である体内、検定実行委員会が、ご当地検定の実施に際し地域資源の掘り起こしを行うために結成した体内市の調査隊、原県。やらにゃん体の名前を取って、名前先行型のデザイン工房を行った。その後3回の公開投票。 審査により横浜市在住のデザイナー井上久里のデザインが採用された。2010年現在、体内検定の印刷物、グッズ、着ぐるみなどで使用されているほか、体内市の関連イベントでもたびたび登場している。2010年12月に体内市の特別住民に登録されてからは、体内市全体の PR キャラとして同市の PR に一役買っている。名前の やらにゃんとは体内詩周辺の方言で、やらないのやるんでしょという相手を促す意味の言葉である。名前のにゃんの響きから猫のキャラクターであり、耳に被っている矢印型の帽子と額の矢の字が特徴。矢印は体内検定と体内詩の進むベクトルで、矢の字は体内弁の誘う、促す意味のやらにゃんのやとやる気の意味のやるではの 矢の二つの意味がある。ありがとうございます。